皆様こんばんは、目黒敦子です。秋も深まって冬も近づいているというのに、晴れ間が多くて暖かい日が続いていますよね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。さて、今週も日刊現代で1週間を振り返っていきたいと思います。今回の担当はニュース編集部の遠山義行さんと、同じくニュース編集部高槻大樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日最初に取り上げるのは立憲の代表選ですね。はい、はい、今日、はい、告示されました、あの野党第一党、立憲民主党の、はい、まあ、代表選ですね、まあ、あの枝野代表、はい、ちょうど、まあ、立憲が立ち上がったときにですね、まあ、議員会館で、枝野さんとインタビューをしたのを思い出しますけれども、はい、あの時はもう本当に希望の党でぐちゃぐちゃになってですね、うん、どうするんだというところで、はい、まあ、枝野さんが、まあ、結局その、まあまあ、希望の党から外れるということでですね、うん、はい、まあ、外れるというか外されたということで、排除します、ということでですね、ね、はい、そのまあ、どうなるんだこれから野党はという時に、はい、まあ、立ち上がれということの、まあ、風を受けて、まあ、作ったと、はい、そうですね、あの時 の、 そのインタビューはすごい思い出されるんですけども、はい、こう熱を持ってですね、まあ、どうなるか分からないけれども、うん、独り立ちをしていくんだという話をされてたんですが、はい、まあ、まあ結局そのこの間の衆院選で、まあ、まあ負けてしまったというかですね、はい、まあ、負けたのか、ちょっとまあメディアのね、うん、が勝つんじゃないか勝つんじゃないかとずっと言い続けて、はいはい、まあ、結果的にそうならずに、はい、まあ、自民党実行安定多数というか、はい、ああ、そういうな形になってしまった、この責任を取ってやめるということで、うん、まあ、代表選ということでですね、はい、まあ、今回出た方たちが、まあ、泉政調会長、はい、大阪元政調会長、はい、西村元厚労副大臣、うん、小川淳也元総務政務官、まあ、あの映画出た、はい、ね、有名、はい、この4方で、まあ、代表選をやるということなんですけれども、まあ、大事なのはですね、やっぱりその本気で、はい、政権を取りに行くという姿勢を見せることがね、はい、やっぱりこう大事だなと思うんですけども、はい、その、まあ、なんていうんですかね、そのしたたか自民党、公明党の政権与党に対峙するためにはですね、なんていうか、この酸いも甘いもというかですね、いろんな手をこう使えるような方ではないと、なかなかまあ難しいのかなと。で、結局この代表選の前に言われているのが、まあ、共産党との関係をどうするのかとかね、いうことであったりとか、その野党ヒアリングというのがありました。なんか批判ばかりの野党という刷り込みがあるからというね、うん、はい、形なんですけど、これ、2つについて、まあ、見方というかですね、まあ、冷静に考えてもいただきたいのは、その共産党さんとの、ね、その関係というのは別に、はい、あの党が一緒になるわけではなくてですね、はい、やっぱりそのお互いに共通するところはすり合わせていきましょうというような話であって、はい、それは自民党と公明党だって別に、うん、一致してるわけじゃないわけでですね、はいはい、ですからそういう位置づけの中でなんか批判が出るとですね、いやそうじゃないんだとかいうようなバタバタしてしまうようなところを見せるとですね、うん、はい、まあ、なんか本気でこう政権取るのかなと、取りたいのかなと、うん、もう要するにこの勝つか負けるしかないので、はい、今の小選挙区制度である限りですね、そうですね、やっぱり1票差でももう勝ちは勝ち、負けは負けですからね、丸か罰かしかないので、はいはい、そのために丸を取りに行くためにはどうしたらいいのかということを本気で考えてですね、うん、そのまあなんていうか一部にある共産党アレルギーとか言いますけれども、うん、そういうことを超えてですね、じゃあそうじゃないんだということをきっちり説明して、はい、行くような、そういう代表であってほしいというか、そういう姿勢、党の姿勢がですねやっぱり全体的に問われてるのかなというふうに思いますね、はい、あと、まあ、ここに来てですね、その、はい、いわゆる野党ヒアリング、うん、まあ、こういうところがその野党というか、まあ、立憲の弱いところかなと思うんですけれども、はい、結局その批判ばかりしていたじゃないかと言われるんですけども、うん、今回のね、その岸田政権がいろいろ打ち出してますよね、その10万円であるとか、 あ、はい、あるいは無料の PCR やるとかですね、はい、いくつか出してるんですけど、それはほとんどですね、うん、昨年も立憲であるとか、うん、国民民主であるとか、はい、共産党さんがもう提案してるんですよね、はい、4党、まあ、野党4党とかがですね、こう共通してですね、
じゃあ無料のコロナだったら PCR をやりましょうとか、うん、国会に提出してるわけですよ、はい、でもそれをことごとく蹴ってきたのは、うん、まあ、自公政権であり、うん、ですからその批判ばかりをしていたわけではなくてですね、ちゃんと提案してきてるんですよね、うん、でなぜそういう刷り込みが出来上がっているかというと、はい、その野党提案を大手の、まあ、メディアが取り上げない、うん、はっきり言って。そうですね、取り上げない。テレビを見ていても、そうなんですよ。なかなかこう、あの批判しているところ、しかもこう、声高にやっているところばっかりこう、そうですね、だからあの結局テレビしか見ないような、ね、感じの人だと、あのなんでこんなに上から目線でやってんのみたいな批判ばっかりなんじゃないの、ね、っていう風に見えちゃうところありますよね。だからその提案してるんだけど取り上げられないから、うん、はい、まあ、結局なんかそういう、ね、国会質疑の中で、はい、まあ、批判というか、うん、でそうせざるを得ないんですよね。でさらに野党ヒアリングというのもそのあんなに官僚を叩いてとか言いますけど、うん、でも結局桜を見る会の問題であるとか、あ、まあ他の問題についてもね、国会やらないんですもん、うん、だってずっとやれという要求を突っぱねて与党が開かず国会を、ですからしょうがなくああいう野党ヒアリングとかでですね、その質問をしていろいろな問題を取り上げて、それでようやく、まあ、例えば安倍元首相が118回も嘘ついてたとかですね、ああいうのは全部そのヒアリングをもとにですね、その国政調査権というものを使ってやっと出てきたものなんですね。ですからあの批判ばかりするなと言ってですね、と言うけれども、じゃあ一緒になってそうだそうだと言っていれば別に野党である必要はないわけで、与党と野党があるということはですね、やっぱりこう批判というのはその批判のない社会というのはあまり、ね、あのよろしくないというか、そんなまあ、まともだとは思えませんから、批判する中でじゃあより良いものを作っていきましょうというのが、まあ、はい、そうですね、民主主義であり、うん、ですからこういうそういうでなんか、まあ、結局ね、今言われていることがそう共産党との関係どうする、先ほど言ったように、うん、その、まあ、野党ヒアリングやめたらどうだとかね、はい、で結局それによって誰が一番喜ぶかというと、うん、国民ではなくてですね、自公政権が喜ぶだけなんですよね、はい、ですからそういう声に惑わされることはなくですね、きっちりやっぱり、自分たちの今までやってきたことは別にあの間違えてるとはとても思わないので、はい、きっちり今度はまあ発信力であるとかね、うん、そのうまいこうなんとかこう絡めてというか、はい、うん、そういうものをやりながら、はい、進めていくべきなんだろうなというふうには思いますけどね、うん、はい、今回4名、ね、出られましたけれども、このメンバーについてはどう思われますか。うん、そうですね、あのそれぞれあの皆さん、はい、まともっていうか、まあ、まとはも、はい、当たり前なんですけど、はい、あのまあ私、まあ、党首になって、どうなのかなと、うん、まあ、あの立場が人を作るというか、はい、ですからどうなるかなという感じはありますけども、でもやっぱり、ね、その枝野代表、まあ、前代表が立憲民主党を作った時に、まあ、国会議員会館であの、日曜日だったかな、取材をしてインタビューをした時にですね、もうこれから一人でどうなるのかというような感じだったんですけど、結局、ね、この例えば時間が経てば、はい、まあ立派な代表というかですね、はい、うん、いうような状況になるので、まああのまあ、なってからね、その、はい、変な批判に負けることなく、うんうん、あのなんか、ね、打ち勝ってほしいなと思いますけどね、うんうん、やっぱそもそも野党の側から今その岸田政権が出しているような PCR の対策だとかお金の給付金の話だとかっていうのをやっぱ今年の3月時点でまとめて出してるっていう話とか、やっぱそのもっと何でしょうね、野党としてこう盛り上げていけるような方がなってくれるといいですけど ね、 あのこちらの提案なんだということを、うん、はい、そうですね、うん、現在さその提案ということをこうクローズアップしてまた報道していただければと、ね、いやメディアの取り上げ方だと思いますけどね、うん、そう、それは大きいと思います、はい、では続いての話題に行きましょうか。あの文通費がどうのこうのと言われておりますが、はい、維新は今度政党交付金は蓄財しているのではないかというところで、このあたりはどうでしょう、はい、まあ、先ほどちょっとメディアの取り上げ方をという方も、はい、話もしたんですけれども、はい、うん、まあ、がぜんあの注目を集め始めたこの文書通信交通滞在費、月額200万円、はいはい、これはですね、今あの驚くというか、何が驚いているかというとですね、もうこれも5年も6年も前にもう我々も散々取り上げ続けてですね、うんう
全くいい加減な使われ方をしているというふうに指摘を、うん、まあ、共産党機関紙赤旗さんもそうですけど、はい、大騒ぎしてたんですけど全くスルーだったんですよね、うん、でこれがたまたまその維新のですね、若手のというか、まあ、当選した議員のきっかけで、はい、まあ、おかしいよ1日100万円というのが始まって、うん、まあ、今のような状況になっているということでですね、はい、まあ、あの我々自身も今更ということでは驚いてはいるんですけども、それでまあ結局その問題提起のきっかけになったのが維新ということで、まあ、あの吉村副代表、まあ、大阪府知事はじめとしてですね、こんなものは見直せということで、まあこれぞ 野党だみたいな、ね、評価があるんですけど、じゃあ果たして維新さんがどういう使い方をしているのかというのも、まあ、問題であってですね、で、まあ、この政党交付金問題に行く前に説明をすると、維新の場合はですね、公表はしてるんですよね、はい、その月額文通費を、はい、でもその中身はですね、結局自分のところ要するに残った分を自分が支部長を務める代表の政治団体に流し込んでるというか、はい、まあ、流し込んでるという言い方は適切ないかもしれない、うん、そちらに寄付していると、はい、いうことでですね、結局そこにお金が行ってしまうと、うん、まあ、何に使われるか分かんないわけですよね、はい、文書でもなく、もう通信交通滞在費って決まってるのに、うん、まあ、そっちに行って、まあ、他のにも使われてしまうかねない恐れがあるということで、うん、はい、これはその、まあ、神戸学院大学の教授の神谷先生とかはですね、うん、これはもうこういう寄付は、まあ、違法行為であると、はい、言っとまで、まあ、指摘しているということをずっと、まあ、やり続けている党なんですけれども、はい、なぜかおかしいと、良くなったという所轄裁判ですね、これは非常にこう、まあ、不思議ではあるんですけど、まあ、ただね、せっかくその、まあ、見直しの議論が始まったんで、まあ、なんか日割りというですね、なんかよくわからない、はい、なんで日割りなのかっていうこともわからないですし、いや別に100万円でもいいんですよ、使った道さえちゃんと分かって、そうですね、納得するできる使い道だったら誰も文句言わないと思うので、ちゃんと領収書をね、こう添付するという形で、何に使ったかっていうところですね、そうですよね、はい、それさえ分かれば何の問題もないかなと思うんですけど、そうですね、で、まあ、で維新さんの場合はですね、そのいやまあなんかね、まあ、先ほど言ったように鬼の首を取ったような状況になってますけども、まあ、聞いてその他にもいろいろな問題があってですね、まあ、政党交付金というものがを、まあ、どんどん積み上げてですね、たりとか、あれ、まあ、立法事務費含めたものを、まあ、結局政党の中でまあ蓄え続けているという、まあ、問題も指摘されているのでですね、ですので、まあ、先ほど話をしたその亀薬先生なんかは、そのこのもう身を切るどころか身を肥やしているではないかというような、はい、まあ、指摘をしているわけですけども、はい、ですからそのまあね、まあ、なんかね、ちゃんと見ればね、はい、きちんと見れば、うん、本当にね、いや、いいんですよ、せっかく見直しの議論だったから、はいはい、でも結局その吉村知事もね、うん、なんか最近ちょっと開き直っちゃったみたいですけど、うん、自分も1日100万円みたいなのもらってたりしてですね、はい、でまあね、すぐに反省したというところで、なんか開き直りですよ ですね、ただ、はい、過去のですね、ちょっと私も確認してないんで、まあ、経験には言えないんですけども、過去のその YouTube なんかにも見るとですね、まあ、100万円のみについてはね、まあ、そこは内緒だよ、まあ、内緒だと言ったどうかはちょっと分かりませんけども、はい、そこは触れない、もうちょっと内緒にしていただければっていうみたいなことをね、踏み込んだ発言をしていたりとか、はい、要するにね、ご自身たちも知ってたわけですよね、うん、ですから、まあ、ここに来てね、見直し、もちろん見直すべきだし、はい、もういらないと思うんですよね、その結局、はい、まあ、大昔のところから始まった、なんか、文書に通信に交通に滞在費ってたくさんついてですね、はい、でしかもこの時代ですから、やっぱりもうはっきり言って文書なんか、まあ、要するにネットでもできるし、はい、会議だってズームでもやればいいな話だし、ね、はい、全くね、その時代錯誤っていうか、まあ、お手盛りになってた部分を、まあ、見直すというのはいいんですけど、維新だけがそのすごい野党として活躍してるぞということではないんだろうなというふうには思いますけどね、はいはい、そう
まあちょまあ、本当に問題提起されたことはいいんですが、本当にこう、うん、ちゃんとした使い道であればというところ で、 そ、 で、ね、その絵がこう白日にさらされるんであればいいのかなという、うん、そうですね、そういう形に持っていけたら文句言う人はいないんじゃないのかな、うん、でもね、これあの笑い話ですけど、はい、多分この維新 の、 その、まあ、新人議員がね、はいはい、あの問題提起をしてこういう状況になってるわけですけども、うん、はい、お前余計なこと言うかなって言うね。でしょうね。何言ってんだよみたいな。ああ言っちゃったみたいな、ね、状況になってないのかなっていうふうには思いますけどね。はい、そうですね。どんなふうに変わっていくのかですね。さあそして続いてですが、岸田政権の賃上げなんですが、渋賃じゃないかっていうところですね。はい。まあ今日ですね、過去最大規模の財政支出。というに当たるですね、55兆7000億円の、まあ、経済対策をですね、はい、閣議決定して、でその中にですね、まあ、衆院選の公約に掲げた介護保育、うん、あと看護職のですね賃上げについても、まあ、盛り込んでいるんですけれども、はい、まあ、それがものすごく渋いというお話なんですね、うん、で具体的に申し上げますと、介護保育職が月 3% で看護職が月 1% 程度の賃上げなんですね。で 1% だと1万円だったら100円ってことですよね、まあ、そういうことです単純に考えるとそうですね、100万円だとしても1万円しか上がらないってことですよね。そうです、そうです。なのでそのじゃあ金額実際いくらぐらい上がるんですかっていうとですね、はい、介護保育職は月に9000円で看護職は月4000円程度なんですよね。で、まあ、そもそも岸田さん、まあ、衆院選の公約の中でですね、まあ、こうしたその公的価格っていうんですけど、その看護職の方とかのお給料ですね、このあり方っていうのを、まあ、まあ、仕事の内容にですね、はい、合わせて抜本的に 見直しますっていうことをですね、はい、はっきりおっしゃってたんですけど、まあ、蓋を開けてみると、数千円レベルの 月ですからね、そうですね、1日だったら まだそうです、ね、まだ、うん、かなという感じはしますけど、月に数千円程度の値上げ、賃上げ、月に 30% とかじゃないんだって思いました。そうですね、桁が1個違う感じが、うん、そうすると、ね、30% 上がるんだったら、あ、ちょっとじゃあもう資格持ってても、もううちの子供大きくなったから、まあ、戻ってもいいかなとか ね、 そ う、 ね、うん、そういう形とかが結構増えるんじゃないかと思うんですけど、うん、何千円レベルだとなんかまあいいかってなっちゃいそうな気がしますよね。余計にこう人材確保とか、はい、そういう、はい、まあ介護とか特にそうじゃないですか、その人材不足が言われている中にあって人材確保が必要なんですけれども、はい、まあ、全然その見直すお給料的なものですね、見直す気があるのかどうかっていうところですね。でやっぱまあ案の定ですね、やっぱその国民のまあ反応といいますか、まあ、ネットの反応を見てますとですね、はい、子どもの小遣いレベルとか、まあ、全然足りないっていうふうな、まあ、大荒れになっているんですね。でまあそれも当然でして、なんでかっていうと、その全産業平均とかそういったお給料のですね平均を見ると、介護職はですね大体全産業平均の、まあ、6万円下回ってですね、保育職だと大体5万円下回っている状況なんですね。なので月に9000円もらったとって全然足りないと。足りないですよね。せめてこう同レベル平均の、ね、平均ところには行きたいですよね。で看護職についてはですね、はい、若干その、4万円程度、上回っているんですけど、これまあ、政府の出した数字のですね、まあ、からくりといいますかっていうのがありましてですね、これ実は夜勤の手当とか、はい、いわゆる年のボーナスとかですね、そういうものを全部ひっくるめて鳴らしたもので若干こう底が上がってるような状況なんですよ。なのでややまあ現場の感覚より高めに出ているっていうような、数字なんですね。じゃあその現場の声っていうところを聞きますと、まあこの賃上げをですね要求している日本医労連の、森田進書記長にですねお話を聞いたところですね、
看護職がだいたいその40代の基本給が29万円程度なんですよと、うん、でその政府の数字っていうのはまあ先ほど申し上げたようにですね、夜勤手当とか、まあ、心身的負荷の大きいその労働条件で働いているっていう現実を無視している、はいはい、でやっぱりその賃上げをしたりすることによってですね、まあ、離職の最大の理由になっている過重労働をですね解消しないと、うん、まあ、いわゆるこう政権が謳う処遇改善っていうところにはつながらないんじゃないかっていうことですね、はい、おっしゃっていて、で、まあ、要するにその上げ幅っていうのが一桁足りないんだと。そうですよね、いうことですね、まあ、数千円ではなくてもう数万円の賃上げでないと、まあ、もうよりそれ以上に改善できればいいんでしょうけどね、はいはい、っていうような状況であるっていうことなんですね。でやっぱりそうすると、まあ、岸田さんあの分配だとか成長だとかっておっしゃってますけど、うん、はい、まあ、そのこんだけなんでしょうね、選挙来る人に5000円出るような、うん、時代なのに、はいはい、あのちゃんとこう日々働いているですね、うん、エッセンシャルワーカーの方に対しては、はい、まあ、月数千円しか、月ですからね、与えられないっていう、はい、まあ、何が分配なんだと言いたくなるなと。人材不足っていうのが大きな問題としてあって、さらにその仕事の内容っていうのが命を預かるという ね非常にこう責任感をねこう持つような内容じゃないですか。それだったらやっぱりもう本当に一桁違うんじゃないかなっていう気はしますよね。だからなんかこうあと世の中のこの言説というか雰囲気の中で多分やりがい搾取的なところもあると思うんですよね、はいはい、その命を預かったりだとか、はい、逆にその、介護とかっていう、うん、そういうやりがいっていうところにですね、はい、あの責任を押し付けるとか、はい、そのそういう仕事なんだから、はい、うん、そういうお給料の分とかを、まあ、そういう騒ぎ立てるなというよう なんか雰囲気すらも心の美徳にこうつけ込んできてるようなところありますよね。それとこれとは別だよねっていうところははっきりしない。むしろさらにやらないとっていう感じ、インセンティブをどんどんつけていって人材を確保しなきゃいけない。そうですよね、はい、まあ、それこそね先ほど その文通費の問題じゃないですけど、うん、はい、あの他にも立法事務費とかいろいろありますけどね、うん、はい、それこそそういうお金をねこういうところに回せばいいだけで、そうですよ、ね、100万円って決まってんじゃなくて、あの本当に使った分だけにしていただいて、そうですね、あの余ったのをこういうのに回すというような、ね、そうなんですよ、ね、感じで、これ本当その記者首相はその、まあ、選挙中にねずっとこうノートを出して皆さんの声がとか、うん、あのノート一体何が書いてあるんだっていうね誰の声の何を聞いてきたのかね、あの本当にね我々はまああれはパラパラ漫画を描いてたというふうに言ってる、はい、言ってるんですけど、はい、そのね何を聞いてたのか、これあのちょっとね皆さんよく考えていただきたいのはこれ55兆7千億円ですよ、はい、で、まあ、はっきり言ってその、まあ、こういうことができるのは予備費があるからなんですけどね、うん、予備費で、まあ、10兆とか5兆とか、はい、まあ、前政権前政権と積み上げてきたわけですけども、はい、でこういうでその国会を開かないで勝手に好き勝手にみたいな、うん、つかみ金みたいな予備費をですね、うん、これだけ積んできたから、うん、なんかこう自分のお金のようにやってますけれども、これあの本当にこういう使い方でいいのかっていうのはちゃんと議論しないと、うん、そのでこれも先ほどの文通費の問題じゃないですけど、メディアをねやっぱりこう取り上げたいんですけど、はい、これね思い出していただきたいのは2009年に、まあ、自民党がゲアしてですね、うん、まあ、当時麻生政権だったんですけども、はい、この時の民主党のマニフェストってねやはり17兆18兆ぐらいで、まあ、子ども手当含むいろんな、まあ、はい、ガソリンの高速道路見直しとか、でその時にメディアはすごい大合唱したのは、うん、このままだとギリシャになるってずっと報じてたわけですよ、はい、財源どうするんだ、うん、財源もう毎日のように財源どうする、はい、でこんなにばらまきしたら日本はギリシャになるってずっとそういう報道ですよ。それで結局、まあ、途中でね、まあ、腰砕けになってしまったんですけど、うん、そんな金額でないですもん今回。そうですね、でそれなのにもうかかわらず、はい、財源なんとかって声出ないじゃないですか、うん、これがね非常にこのやっぱり僕はそのメディアの姿勢というか、うん、まあ、あの後は結局
大手新聞とかはね、もう増税しかない、増税増税と大合唱して決まった途端に、はい、でも僕たちは減税してねっていうね言って、そうですよね、本当そうですよね。それで、まあ、我々こう駅売りみたいのは外すというですね、はい、露骨なまあなんとかそうですね、ひどいですよね。ですからね、やっぱりこういうそのものも本当にお金の使い方するといいんですかという視点がなんかないんですよね。だここはまあちょっと本当に、まあ頑張ってもらうというかですね、なんかこう、まあ、大手メディアもなんか批判するのは悪だみたいな最近なんかなってきてですね、もうなんか頭撫でられてそのまま落ちていますけど、もうちょっと考えた方がいいのではないかなというふうなのが、まあ、感想ですよね。そうですね、思い出していただいて、本当に2009年の民主党政権良かったんですよ、本当に良かった。で、目的もはっきりしてたし、子ども手当なんか子どものためっていうね、で今回のその10万円なんか一体何なのか分かんないじゃないですか、子どもなのか経済対策なのか、コロナ、最初コロナって言ってたんですよ、それがいろいろ変わってって最後はクーポンが出てきてしまってですね、何なんだか分かんないっていうところでは、もうでそこをなんでこうちゃんと報じないのかっていうのはやっぱり不思議ですけどね。そうですね、はい、さあここまでは3つの話題についてお送りいたしましたが、最後は嬉しいニュースですね。大谷選手が満票で MVP に輝きました。はい、すごいですよね。まあ、トロントに関係する記者も大谷選手を1位ということで挙げてくださったということですね。満票ですからね。これは素晴らしいですね。もう420万票ということでは、はい、まあね、多分 MVP は取るであろう、はい、はあろうで、まあ、大谷選手が取らなかったら誰が取るんだというような状況だったので、うん、はい、まあ、取るのは取るんですけど、満票かどうかっていうのは一つの、はい、ね、まあ、これはね、はい、まあ、なんていうか言い方悪いですけど、多分アジア人だから、満票取れないんじゃないかとかね、いろいろな見方はあったわけですが、はい、満票ということでは非常に良かったなというふうに思いますね、はい、素直に今年まあ、コロナもあってですね、ずっとまあ緊急事態宣言がもう年明けからずっと出て、ね、はい、まあ、暗い中でですね、なんか投げて打って走ってということでですね、非常にこうもう我々もはっきり言って大谷のホームランしかいいニュースがないと毎朝楽しみなの、大谷が打ったかどうかみたいなね、そんな感じでしょうね。もうそこでしかもういいニュースはもう今この時代はないというようなところまで言いながらこう記事を書いてましたから、そういう中では非常に、まあ今日のその大リーグのなんか中継見ていたら本当にありがとうみたいなね、ことを言っていたので、要するにその勇気づけられてみたいな発言されてましたから、まあ、司会の方たちとかは ね、はい、ですから本当に良かったなというか、はい、まあ、我々も救われたということでは、ね、そうですね、本当に、まあ、言うことなしだなということと、はい、あと、はい、まあ、気になるのが、はい、今度そのじゃあ副収入であるとか今後どうなるのかとか、ね、基本的な契約金とか結構安いじゃないですか、大谷選手っていうのはまだね。だけどじゃあ副収入とかどうなってるのかなっていう気になるところですよね。で、まあ、二刀流がもたらす経済効果で、はい、まあ、関西大学の宮本名誉教授、よくいろんな、はい、経済効果を算出してもらう方ですけども、うんうん、この試算だと MVP 獲得による今後1年間の経済効果ということでは、はい、日米合わせて約251億円ということで、その一部を我々にも振り込んでほしいと、そうですね、そういうことを思いたくなりますけどね。大谷さん物欲がないのか、あんまお金使わないっていう方らしいですからね。そうみたいですね。たまる一方だということを、はい、まあ、それならぜひぜひ。そうですね、そうですね、いろんな賞でいただいた分は子どもの施設に寄付したりとかね、いろいろやってるみたいですけれども、あとその、はい、まあ、ちょっとそれ絡みだとですね、はい、この大谷選手が過去にですね、はい、過去とか、まあ、日本ハムに入団した時に、はい、うちの特別インタビューに答えて、はい、いただいてましてですね、この独占、この大谷選手、あ、ごめんなさい、大変です、大丈夫ですか、はい、ごめんなさい、はい、
あの直撃インタビューとか投げて、はい、もうこの時に投げて打ってメジャースカウトをうならせたお確かに、まあね、車の免許は欲しくないですかとかいろいろまあ聞いてるんですが、はい、可愛い顔してますよね。そうですね、今と比べたらもう全然、はい、そうですね、確かに。でもこの時には本当にあのまあね、あのあと多分20年後ぐらいしたらこの当時の特別号はあのプレミアついて、いやすごい、だって大谷選手だけの、ね、そうです、もう大谷保存版というか、もう大谷特別号ですから、もう最初からもうあのなんですよ、もうずっと由来から、お父さんとお母さんも乗ってる、この時この時直筆サイン入り公認機を3人に言って、すごい、それもらった人とかめっちゃいい、この時にもらった方はもう今はもうこのボールを抱いて寝てるんじゃないかっていう、ね、そうですね本当は5個にサインしてもらって2個ぐらいこの辺で眠ってないですか、うんうん、そうかもしれないね、あの本当にまあこういうね、あの小さい頃の秘蔵写真であるとか、こういうのがこう昔ありましたけどね、あのどうなるのか、なんかもう一回あの発売したらすごく売れると思うんですけど、そうですね、あの売れないんですか、いやこれはまだ聞いてませんからね、なんかこの時の大谷翔平選手と今年 MVP を取った大谷選手の特集を合わせてやったらもう500円でも絶対買うと思いますよ。そうですか、ああ、うん、じゃあいいことしますよねと思いますよ、提案しないとそうですね、はい、はい、まあ、少なくともそれが出たら私は買います。あ、はい、じゃあ今これを1000円でいかがですか、はい、まあでもね本当に、まあ、今年はいい成績で終わりましたけど、また来年以降も非常にね、うん、気になる選手なんですけどね、まあ、体つきもね随分変わりで、はい、私はやっぱり手術をね、はい、肘の手術をして、うん、まあ、1年目ということでは、まあ、なかなかあれだったんでしょうけど、はい、ね、これでまた完全全開すればね、どれだけの球のスピードが出るのか、はい、うん、そうですよね、うん、なんか、まあ、あのインタビューでいろんな方にこう感謝の言葉っていうかね、こういった方ってみんなにこう感謝したいと思いますって言った時に、手術をしてくださった先生っていうことも言ってって、うん、これ先生嬉しいだろうなとかすごい思いながら聞いちゃいました。よくこういう選手が育ちますよね、はい、だいたいあのプロ野球の選手の方ってね、はい、あの言い方悪いですけど、なんか入るとなんか金のジャラジャラネックレス始めて金のジャラジャラつけますよね、なぜかね、それでなんかあの、はい、一回あのまあ子供の時じゃないですけど、あのまだ近鉄というかですね、はい、あれが近鉄だったかな、あの東京に来てですね、はい、列車で移動してた時に見たんですけど、ほとんど、はい、もしかしてこの人たちあの人たちみたいなパンチパーまでみんなすごかったんですからね、か実はあのプロ野球球団なんだって言われた時、はい、えっと思ったんですけど、だからそういうね、選手ばかりとは言いませんけど、なのによくこういうふうにね、なんかあの、はい、まっすぐ素直にそうですねなってるなっていうのはね、はい、すごいですよね、あのこうマンダラシートあるじゃないですか、これを、あ、ね、はいはい、あの成功するためにはこの努力をしましょうって、あれは素晴らしくて、あれを取り上げるなんか会社とか出てくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、こう自己啓発とかで ね、 あ、 でね、うん、あ、俺は何年後社長になるとか、そうそう、何年後社長になるんだったらそのために何をすべきかっていう、またこのね、うん、細かい目標を達成するために、隣の部長を追い出すためにあいつをやってるマイナスじゃないですかプラスに考えましょう、ね、はい、はい、ということで最後は、大谷さんのMVP についてお話しさせていただきましたけれども、もう一つご案内があります。はい、はい、今日からですかね、今日からですか、はい、金曜日から、金曜日からしましょうか、はい、今知らないと損をするお金の話完全保存版ということで、あの臨時特別号ですね出しております。で、まあ、貯蓄のお話だったりですね、いわゆるこう、まあ、どのようにしてそのお金をこ うまく使おうかというところをですね、まあ、指揮者の方に、聞いたりだとか、あとはこうワクチンパスポートでお得になる、うん、とかですね、あと先取り GoTo っていう企画もなんかあったりとか、はい、でいろいろこうなんかもまあ豪華にですね、はい、値上げラッシュを乗り切るマネー術ですね、とかあったり、いろいろですね、はい、豊富にこう、今後の、ね、2
懐事情をこう温めてくれるような情報が満載ですので、はい、ぜひお買い求めいただければと思います。そうですね、まあ、値上げ出したかというと本当に自分の生活にも、ね、もう直結するようなね、ガソリンとか感じはしますからね。そうですよ、高騰が続いてますから。そうですよね、なんかもうドキドキしちゃいますよね。少し大丈夫なんだろうかと、お役に立てれば。そうですね、ぜひこちらの方の、はい、臨時特別号を入していただいてお勉強していただければと思います。はい、ということで今回も4つの話題とお知らせについてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。どうぞ来週もですね、日刊現代とともにお過ごしいただければ幸いです。ということで今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。